ヨーゼフ・マティアス・トレンクバルトは、オーストリアの画家である。プラハの美術アカデミーやウィーン美術アカデミーの教授を、務めた。プラハで商人の息子に生まれた。1841年から1852年まで、プラハの美術アカデミーで、クリスティアン・ルーベンに学び、1851年からは、ルーベンの助手として、同僚の学生のルホタ、ラウファーラとプラハ城の装飾画を描いた。 1853年にルーベンがウィーン美術アカデミーの校長に任じられてウィーンに移るとトレンクバルトもウィーンに移り修行を続けた。ウィーンではカールラールラに学んだ。1856年から1861年の間は奨学金を得てローマやイタリア各地を旅しウィーンに戻った。1865年に プラハの美術アカデミーの校長に任じられた。1872年1895年までウィーン美術アカデミーの歴史画の教授を務め、1884年から1886年の間は学部長であった。トレンクバルトが教えた学生には、ミコラー・シュアレシュ、イジドール・カウフマン、フィリップ・シューマッハー、アルフォンス・ジーバーや、コロマン・モーザーらがいる。 ボヘミアの歴史を題材にした絵画や肖像画を描いた。ありがとうございます。